こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はですね、こちら。メディスンバッグの作り方を紹介したいと思います。先日動画でですね、メディスンバッグのオーダーの、ご紹介をさせていただいたんですけれども、そちらの動画にですね、コメントいただきまして、そのコメントいただいた方がですね、ちょうどメディスンバッグの制作を友達に依頼されていたそうなんですよね。で、フールの動画がですね、その方の目に留まってですね、見ていただいたそうなんですけれども、その動画がですね、オーダー製品の紹介動画で、制作工程はですね、全く紹介してなかったんですよね。制作工程もね、動画撮っといたらよかったんですけど、まあ、その、オーダーも含めて、店頭在庫もね、その時かなり作っちゃったんで、まあちょっとで当分作る予定はなかったんですけれども、まあ多分お友達も待ってくれてると思うので、まあ早めの方がいいかなと思って、まあ今回はですね、こう要所要所をかいつまんで、説明していきたいと思います。で、今回紹介する作り方はですね、こういったフラップタイプで、マチがですね、こう、蛇腹タイプのものを、紹介したいと思います。なんて言うんですか？蛇腹。まあアコーディオンみたいにこう、バッとこう、広がる。作りになってます。この蛇腹タイプのマチのいいところはですね、カバンに入れる内容量に合わせて本体がですね伸縮するんですよね。ですから、まあ物が入ってない時は薄く使用できますし、たくさん入れたい時は、まあ、この広がる範囲目いっぱいに物を入れることができます。蓋の方はですね、まあ大まかに分けて、フールでは2タイプ、製作しています。まあこういったですね、チョーキングタイプっていう、まあこう紐でですね、くるくるっと巻いてですね、止めるタイプですね。はい。ちょっと左手なんでうまくできませんけど、はい。こんな感じで、まあくるくるっと巻いて止めます。まあこの止め方のいいところは、この紐の長さで、この蓋の距離をですね、もう自由に変えることができるんですよね。ですから、たくさん入っているときは、こう、フラップが上に来るんですけれども、問題なくこう紐でですね、固定することができます。もう一つのタイプは、マグネットですね。まあ、こういった感じで、マグネット金具で、止まるようにするタイプを作っています。マグネットの場合は、まあ、癖がつくとですね、もうこんな感じでパチンとこう勝手に止まってくれるので、すごくですね、開閉が、楽ちんですし、まあ、この辺がですね、スマートに仕上げることができます。ただ、まあ、止め位置が1箇所になるので、まあ、内容量が一番入った状態で、この金具の位置を、決める必要がありますよね。この収納力を調整できる、この蛇腹のマチをですね、最大限に活かせるのは、やはり先ほどのこのチョーキングタイプが、一番ですね、この蛇腹マチの効果を最大限に活かせると思います。まあ、制作する際はですね、その辺も踏まえて、ぜひですね、どちらか、蓋の留め方も、検討いただければと思います。ではですね、まあ、この蛇腹マチの作り方と、あと、ま、そのサイズの測り方なんかをですね、解説していきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。蛇腹タイプのメディスンバッグということで、まあ、今回はですね、イメージとしては、まあ、このタイプを作っていきたいと思っています。まあ、本当シンプルなね、定番の形のメディスンバッグになります。で、型紙なんですけど、まあ、型紙はですね、もう本当自分の作りたいサイズの、型紙をですね、作っていただければと思います。一番大事なのは、そのメディスンバッグに何を入れるかですね。まあ、フールでは、店頭在庫の場合はですね、ある程度こう、中に入れるものを、想定して、作るようにしています。まあ、今だと、まあ、スマホが一番需要が高いと思うんですよね。昔だったらね、タバコなんかを入れるお客さんも多かったんですけど、今は、スマートフォンが入るサイズで作ることが多いです。あとはですね、蛇腹マチのこうサイズ感で、例えばハンカチ入れたりとか、タバコを入れたりとか、そのお客さんのまあ入れたいものを多少入れれるような、サイズ感で作ることが多いです。まあ、オーダーに関してはですね、お客様の意向を聞いて、もうその入れるものに合わせて、メディスンバッグのサイズを決めることが多いです。今回コメントいただいた方はですね、お友達からの、注文ということだったので、お友達にですね、どんなものを入れるのか聞いてですね、サイズは決めていただければいいんじゃないかなと思います。
で、まあ、型紙の作り方なんですけど、これがですね、僕が普段、店頭用の、メディスンバッグを作るときに使ってる、型紙です。まあ、結構ね、もうざっくりした型紙なんですけど、まあ、こんな感じのもの1枚でね、できちゃいます。結構簡単ですよね。ではですね、どんな風に型紙作っていくのか、まあ、その辺もですね、少し説明したいと思います。まずはですね、中に入れるものに合わせてですね、本体のサイズを決めていくんですけれども、まあ、この辺はですね、本当好みでいいと思います。真四角でもいいですし、真四角の場合はすごく簡単ですよね。型紙も長方形でいいと思います。まあ、こういった感じで、こう、少しですね、シェイプさせるような、型紙の場合は、左右対称にする必要があるので、左右対称になるような型紙を作ります。まずですね、まあ、軸となる、センターのラインをですね、一本引いておきます。はい。この線に合わせてですね、本体のサイズを決めていきます。メリスンバッグの深さを、20センチにしたい場合は、20センチでですね、印をつけて、横幅ですね、横幅をどれぐらいにしたいかを、ここで決めていきます。例えば横幅を、全長15センチにしたい場合は、片側はですね、7.5 センチになります。実際はですね、縫い代5ミリ取られるので、そこも要注意ですね。で、全体をですね、2センチちっちゃくするようにするんであれば、そこの部分はですね、6.5 センチになります。このまますぐ角度つけてもいいですし、例えばですね、5センチぐらい、真下へ下ろしておいて、こんな感じで、5センチは、まっすぐ下へ下ろしておいて、こっからですね、角度をつけてあげたりしてもいいと思います。はい。これをですね、折り返すと左右対称の型紙を作ることができます。ここが本体ですよね。で、今度ですね、マチの余白の部分を取ります。これはですね、蛇腹マチを何センチ最大、幅にするのかで、決まってきます。まあ、今回はね、5センチ、取りたいと思ってるので、まあ、ここもですね、5センチ取りたいと思います。革の厚みを考えたらですね、5.5 センチぐらいにしてもいいと思います。5ミリぐらいね、余白を取ったらいいと思います。これはですね、蛇腹マチが一番開いた状態の、余白になるので、あまり取りすぎると、こう、物が入ってないときは、今度蓋を閉めにくくなるので、この辺はですね、バランス考えて長さを決めていただければと思います。まあ、今回はですね、5.5 センチで取りたいと思います。7.5 と、5.5 で、ここはですね、これで90度が取れるはずなので、このままこう取ります。で、さらにですね、5.5 なので、この半分のですね、2.75 に線を引きます。はい、こうなったらですね、これで一旦ある程度ザクッとね、切ってしまいます。メリスンバッグの型紙はね、こうちょっと細長くなるんですよね。はい。で、まあ、この最大幅の部分でですね、縦も切ってしまいます。で、本体も切ります。はい、この状態でですね、半分に折ります。バスッと折って線を引きます。ちゃんと、はい、こうするとですね、もうこれで本体の型紙ができました。こんな感じですね。はい、間違えやすいので、この実際のね、本体の位置にも線を引いておきます。はい、ここですね、ここになります。はい、そしたらですね、反対側も、この線に合わせて切り落とします。ザクッと、ザクッと。はい、今度ですね、こっち側へ折って、センターが届いてないです。センターをまあちょっと。でですね、はい、折り返して、まあセンターをね、しっかり合わせて、これでですね、線を引くと、
はい、これでですね、もうメリスンバッグの型紙ができました。はい、で、蓋の部分はですね、まあちょっと長めにしたい方は、ここをね、5ミリとか伸ばしてもいいと思います。あんまりね、蓋が長くなりすぎると、それもちょっと不格好なので、まあその辺はですね、もう好みでバランス見て作ってもらえればと思います。はい、ということで、もうこれでね、メリスンバッグの型紙が出来上がりました。ちょっとね、ざっくりやったんですけど、ご自身でね、作られるときは、しっかり測ってね、やっていただければと思います。ちょっとね、わかりづらいですけど、ここの部分が、本体の型紙になります。はい。蛇腹待ちは、この長さを取るようになりますね。はい。で、蛇腹待ちのこう距離の測り方も、お伝えしたいと思います。はい。僕はですね、もうこういったメジャーというか、なんて言うんでしょうね、これ。まあ、これでね、測っています。単純に、こう、型紙に沿わしながらですね、こう、測っていくんですけれども、まあ、こんな感じで、はい。測っていきます。はい。今見ていただいたら、これでですね、26センチになっています。これがですね、実寸ということになるんですけれども、実際はですね、町の川がこの本体の川のこう内側を通るので、5ミリぐらいですね、短くなるんですよね。ですから僕は、先ほど26と、出てましたけど、この長さはですね、25.5 センチで、作るようにします。ということは、全長はですね、51センチということですね。で、この蛇腹待ちの小口をですね、切りっぱなしにする場合はその長さでいいんですけれども、もしですね、この蛇腹待ちの、小口の部分をですね、減り返し、折り返す場合は、もう少しですね、長く取る必要があります。見えますかね？こういった感じで強度を持たすために少しですね、長めに折り返すようにしています。こちらはですね、型紙の一例になるので、ご自身で作った型紙をですね、メジャーで測っていただいて、蛇腹待ちの実寸はですね、取っていただければと思います。今回はですね、店頭在庫も結構珍しくお店にあるものですから、まあ、ない色をね、作ろうと思って、たまたまで赤い革を使用しています。革はですね、お好きな色を、使っていただければと思いますが、今回はですね、プールでは赤い革を使用しています。はい。こちらがですね、切り出した、パーツになります。こちらがですね、本体の、前身頃になります。はい。で、こちらが蛇腹待ちの、革と、こちらがですね、蓋部分に当たる、本体になります。まあ、こういった感じになる予定ですね。この赤い革が厚いものがないものですから、まあ、本体の革が、こちらはね、2ミリの厚さと、こちらはですね、1ミリと2ミリを貼り合わせて、3ミリにしています。厚いものがある場合はですね、もっと厚い革を使ってもいいと思います。こちらのメリスンバッグはこの前の部分は、4ミリ厚。まあ、後ろもですね、4ミリ厚。1枚もので、使用しています。強度的にはこういった1枚ものの方がですね、実は、長持ちするかもしれません。今回は色優先で、この厚みをチョイスしています。まあ、この辺もね、好みにはなるんですけれども、まあ、やはりですね、この本体は最低2ミリぐらいの厚さはあった方がいいと思います。で、この蛇腹待ちの部分はですね、1ミリ厚を使用しています。まあ、このメリスンバッグっていうのはね、意外と物が入らないので、サイズ感はですね、結構大事です。もうですからですね、お友達に本当に中に何を入れるのかよく聞いてですね、サイズ測ってください。もうこのメリスンバッグだとね、ロングウォレットは入らないので、もう財布入れるとかだったら、なおさらですね、まあちゃんと聞いてですね、何を入れるか、それに合わせてですね、本体を作っていただければと思います。ちなみに、これ僕のね、メリスンバッグなんですけど、もうね、何年使ってますかね、20何年使ってる、もうほんとね、僕が革製品を始めた頃に作ったメリスンバッグです。もうね、ほんとボロボロですね。まあ、この仕事始めてから本当にね、ほぼ毎日つけてるんですけど、まだ使ってますからね。ですから、まあ結構ね、持つんですよね。このね、まあ、この町の、ここなんかも、まあ1ミリ厚で作ってるんですけど、もうね、破れてこんなことになってますけど、まあね、まだ使えます。まあ、ただですね、物はですね、本当にね、何にも入らないです。
今ね、僕ね、こんな感じで財布をね入れてますけど、もうこの2つ折りの財布しかもう入りませんもう他のものね一切入らないんで、まあもうちょっと大きくしといてもよかったのかなと思うんですけど、まあでもですね、もうこれに入れ出したらもうポケットにね財布入れれないですよね。もうごわついちゃって、もうとてもじゃないですけど、まあ、すごく気になってね、もう一回ねメリスンバッグ使い出したらね、もう手放せなくなってますね。まあちょっと余談になりましたけど、ですからね、本当にサイズ感っていうのはすごく大事になると思います。はい、ちょっとね脱線してしまったんですけど、次はですねこの蛇腹町を、作っていきたいと思います。今回町の幅を、5センチで設定しています。ですから、実際この革の幅はですね6センチになっています。こんな感じですね。はい、でこの町の、真ん中の部分にですね、印をつけています。これがですねすごく大事です。まあ、蛇腹に折った後もう一回測ってもらった方が間違いないんですけれども、この印をね、必ず入れておいてください。真ん中の部分ですね。はい、はい、そしたらですねこの蛇腹町に、水を含ませていきます。ヌメ革とかだとですねもうすごく簡単に水を吸ってくれるんですけど、こういった色革はですねなかなかこう水分を含んでくれません。まあですから、この床面からですねじわっとこう含ませていただいたらいいと思います。銀面がですねこうちょっと色変わりしてきますけど、なじめばねこのシミはですね消えていくんで、割とですねたっぷり含ませてもらってもいいと思います。こんな感じでねちょっと濃くなってますよね。もうできればですね全体が同じぐらいの色に濃くなるぐらい水分を含ませてもらった方が、いいかもしれません。その方がですね逆に、シミになりにくいです。ちょっとこう曲げたりしてね水気を含まします。はい、こんな感じで水を含ませたらですね、ここから、蛇腹鉢を作っていきます。今回はたまたま実寸5センチで作ってますけど、別にね何センチでも構いません。もう中にね入れるものの収納力に合わせてですね、この町は広く取っていただいたり狭くしていただいたり、調整していただいたらいいと思います。何センチになってもこの蛇腹町の作り方はできるので、はい、ではやっていきます。まずですね銀面を山にして、中心から折っていきます。こんな感じですね。まあ、一気に折らずにまあ、ちょっと確認しながら、軽くね折っていけばいいと思います。ある程度折れたらですね、僕はこのローラーを使って軽くですね癖をつけます。その時ですねあまりこう強く押しすぎない方がいいですね。皮がねちょっと伸びてしまうんで、まあ、この辺はですねちょっとこう調整しながら優しく折り目を、つけてあげてください。はい、こんな感じですね。はい、今度はですね逆に、谷折りをします。こういうイメージなんですけど、この折り曲げたところを、無理にですねこう曲げていくと銀面がね割れてしまうことがあるので、ここをですね水分含ませながら、ゆっくりじわっとね曲げていってください。こんな感じで折っていくんですけど、ここがですね、結構重要なポイントで、初めはですね中心を、意識して折ったんですけれども、この谷折りの部分はですねこの少しですね端の部分をこの山折りの部分より飛び出るように折ります。わかりますかね。少しですねまあ2ミリぐらいわざと出すんですよね。こうすることによってこの山折りの部分がですね最終このメリスンバッグのコバよりですね飛び出なくなるので、強度がですね劣化を抑えれて結果ね長持ちすると思います。ここが飛び出てるとこの擦れてですねやはり破れやすくなると思うんですよね。あと穴を開ける作業をする穴を開けるときにですねこの真ん中の山折りの部分がですねすごく邪魔になるんですよね。これがちょっと下がってくれてるだけで
後の作業がすごくやりやすくなると思います。ですからこの、折り目を作るときはですね、こう2ミリぐらい端がですね飛び出るように折った方がいいと思います。後の作業もねすごくねやりやすくなります。はい、ある程度癖がついたらですね、先ほどと同じく、優しくですねローラーで折り目をつけていきます。はい、こういった感じですね。次、逆側はですね、今度、先ほど折ったこの折り目の面にですね合うようなイメージで折っていきます。こう見ていただいたら分かると思うんですけど、この状態で真ん中のこの山折りの部分がですね少しこう下に下がっていると思います。これがですね後の作業をしやすくしますし、劣化を抑えることにもなると思います。このね辛い位置にしたくなるんですけどね、経験上この方が、作業もしやすいですし、物もですね長持ちすると思います。まあ、結構ねこうやって長めに出してるつもりでも小歯磨いてたりしたらね、もう結構ね辛い位置ぐらいになってくるので、もっと差をつけてもいいぐらいの感じですね。はい、これでですね蛇腹待ちが完成しました。もうこういった感じですね。この待ちの幅がですね何センチになってもやる作業は一緒です。はい、そしたら、この皮がですね少し乾くまで、放置します。よし、じゃあ、ちょっとね乾いたので作業をね再開したいと思います。そしたらですね、待ちを本体と合わせていきます。まず前からやっていきます。貼り合わせ部分に、ボンドを塗っていきます。これ今僕が使っているボンドは L のスーパーボンドというボンドなんですけれども、この作業をですね結構皮をぐっと、無理やり曲げたりするので、こういうですね接着力の強いボンドの方がいいと思います。まあ、G17 ですとかゴムのり系のボンドですよね。まあ、G クリアでもいいんですけど、 G クリアね少し接着力が弱いので作業がですね少しやりづらいかもしれません。はい、そしたらですね、しっかりボンドを、塗り終わることができました。ボンドをですね少し乾かしたら、貼っていきます。でこの、待ちの貼り方っていうのは、袋物、まあ、カバンですとか、まあ、ポーチなんか、とにかくですね全部に、通用する、考え方なので、覚えておくとねすごくね、レザークラフトの幅が広がると思います。とはいえですねこれ僕あの独学なんでまあ僕のやり方なんですけど、もっとねいいやり方があるかもしれませんけど、まあこのやり方だとね袋物がね歪みにくいと思います。まずですね、先ほど取ったセンターの、位置ですね、ここと、本体の、底の中心部分ですね、まずここから貼り合わせます。しっかりですね中心を合わせる感じですね。はい、で貼っていきます。はい、そこをねまず貼るんですけど、でここまで貼ったらですね、まあ、ついついこのまま貼っていきたくなるんですよね。でここをですねぐっと、我慢してですね、今度は、この端ですね、ここをまず決めてしまいます。こんな感じ。はい、で両端から中心に合わせていくイメージです。こうすることによってですね皮が伸びて、こう待ちのですね長さが変わったり、こう袋物がですね歪んだり、しづらくなると思います。こういった感じで、端からですねじわーっと張っていって、この角の部分ですねで最後合わすようにします。ぐーっとですね広げてもらって、ちょうどこの角にですね合うように貼り合わせていきます。こんな感じですね。で、マチがですね少しこう内側に入ってると思うんですけど、これがですね型紙の際に、5ミリ短くしたことが効いています。これがですね切り出しの際に、実寸より5ミリ短くした、効果が効いていると思います。
はい、角をですねしっかり出せたら、これをですねぐーっと中に押し込んで折り曲げていきます。こういったイメージですね。はい、ほんとね簡単にこれで折り癖がつきました。はい、同じくですね反対側も貼り合わせていきます。ここまで貼ったらこのまま行かずに端を決めてですね中心に戻していきます。面をですね意識してこう無理やりですね引っ張らないようにゆっくりゆっくり貼っていきます。カメラがあるとカメラに向いて作業をこうするとなかなかねしづらいですねこれ。はい、先ほどと同じくですね、角の位置を、しっかり取りながらですね、はい、こんな感じで貼ります。同じくですね中心に向けて折り目をつけて癖をつけます。はい、こんな感じですね。はい、はい、こんな感じでこれでですね前側のマチを取り付けることができました。ローラーで圧着してはい、こんな状態ですね。はい、この状態で、この前の部分をですねもう縫い上げてしまいます。あ、ちょっとね言い忘れてましたけど、この角はですね少し丸みを持たせた方がいいと思います。先ほどのね型紙の時はもう切りっぱなしでそのまま終わらしましたけど、まあ、袋の部分のこう角ですねは少しですね丸みを持たせてあげた方がいいと思います。はい、コマを整えてですね穴を開けて、縫い仕上げしていきます。まあ、この辺の詳細はですね各パートの、動画でですね説明をしていますので、今回はですねちょっと割愛して、飛ばさせていただきます。まあね、概要欄の方にリンク貼っておくんで、その辺をですね少し確認していただければありがたいです。はい、はい、こんな感じでね、マチをね縫い終わってコバもね仕上げてきました。そしたらですね後ろ面も同じように、貼り合わせをしたいと思います。ブレッサーで、足付けですね銀面に傷を入れて銀面をけば立たせて接着剤のね、糊を良くします。メリズンバッグの場合はこの足付けが結構大事ですね。特にこの角のところは接着がね、甘いとすごくですね作業がしづらくなるので、そこだけちょっと注意ですね。はい、同じくボンドを塗っていきます。こっちがねちょっと、蛇腹作った後で塗るので少しですね塗りづらくなるんですけど、ちょっとね塗りやすいようにこんな感じで、外向きに折ってもいいと思います。まあ、僕はですね結構チューブタイプの、ボンドを多用するので、まあ、この方がねちょっと塗りやすいんですけど、缶からですねヘラなんかで取られる方は、塗りやすいやり方でねやっていただければと思います。はい、少し乾かしたらですね、先ほどと同様に、中心から、貼り合わせていきます。このセンターがずれると、袋自体にですね歪みを生じるので、ここはですねしっかり、合わせていきましょう。よいしょ、はい、この辺で戻してもいいと思います。はい、はい、途中まで貼ったらですね
先ほどと同じく、端の方から中央へ寄せていきます。この時ですね、型紙でつけておいた印がですね、すごく大事になってきます。全くね、同じことですね。角がしっかり取れるように寄せながら貼っていきます。こんな感じですね。はい、でこれでですね、折り曲げると、はい、こういった感じの蛇腹待ちが出来上がります。角の部分余ったらですね、もうハサミで落としてもらってもいいと思います。はい、反対側も同じく仕上げていきます。あと、もしですね、ループタイプでここに、鹿革なんかを通す場合はですね、もう先に穴を開けておいてもらってもいいかもしれません。僕はですね、こういった後からできる作業は意外とですね、最後に回すことにしています。やっぱりね、仕上げていくうちに、ちょっとずれたりとか微調整したい時が出てくるんですよね。ですから、まあ後でもいい作業っていうのはできるだけね、後に回すようにしています。じわっと中心へ貼って合わせていって、最後ですね、角を出していきます。はい、こういった感じですね。つけて、はい、こんな感じでね、貼り合わすことができました。はい、しっかりね、蛇腹待ちになっています。中心の、山折りの部分がですね、飛び出てないので、こう小刃をね、磨く時なんかもすごくね、作業がしやすいです。ほんとね、ちょっとしたことなんですけど、これね、すごく効果的です。実際ね、作ってみてもらったらね、なおね、体感できると思います。こういった感じですね。そしたらですね、この本体の部分も小刃を仕上げて穴を開けていきたいと思います。はい、はい、こういった感じで、僕はですね、ひしめパンチで穴を開けていきます。ひしめパンチのいいところはですね、こう裏表のこう穴の位置をですね、確認しながら開けていけるんですよね。ですから前も後ろもですね、見えるような製品の場合はすごくですね、効果的だと思います。で、多くの人はね、まあひしめパンチ使わずにひしめ打ちで打つと思うので、こういったですね、薄めのゴム板があると、こう挟み込んでですね、こう打つことができるので、非常にですね、作業がしやすいと思います。まあ、こういった感じで間へ挟み込んでもらって、叩くことができますね。はい、まあ、ただ僕はですね、もう締めパンチに慣れてしまっているので、これでですね、作業を進めていきたいと思います。はい、はい、ということで、これでですね、本体がほぼね、出来上がりましたね。いい感じにね、できたと思います。蛇腹待ちもね、バッチリですね。はい、そしたらここからですね、最後の仕上げに入っていきたいと思います。はい、まずループの取り付けですね。ループはですね、この遠いところにつけると、蛇腹の機能が発揮できないので、この近いところにですね、2箇所穴を開けます。今回ループね、鹿紐で作るんですけれども、鹿紐はね、ちょっと伸びるので、ハトミ抜きはね、10号とかでもいいんですけど、まあ、今回はね、12号使って穴を開けます。はい、こちら側とこちら側ですね。はい、穴が開きました。こういった感じですね。はい、これに革紐を通していきます。内側からですね、外に出すように通していきます。はい、こんな感じで、はい、反対側も同じように通していきます。はい、こんな感じですね。で、まあ吊るす時のバランスも見ていただいてですね、どれぐらいの位置に来るのか確認しながら
最後ですね革紐を結ぶんですけれども、鹿紐の場合はですねかなり伸びてくるので、ちょっとね初めは短めぐらいがいいと思います。まあ5センチもあればベルトは必ず通るので、少しね短めに作っておいた方がいいと思います。はい、出したらですねこの紐を肩結びで結びます。まとめてですねくるっと、はい、結びます。はい、これでですねループが完成しました。今回ですねこの赤の、鹿革がですねもうこれしかなかって距離がですねなかなか取れなかったので、フリンジはですね少し短めになってます。はい、反対側も同じように取り付けます。ちょっとね確認しながらループを結びます。しっかりですね鹿革の銀面が、表に向くようにですね意識して、結んでいただければと思います。はい、こんな感じですね。これでねベルトループが完成しました。こんな感じでね長めにフリンジ残してもらってもいいと思います。まあこの辺はですね好みですね。はい、次はですね、チョーキングの、コンチョを取り付けたいと思います。このね型紙の、センターの位置取りがここでもね生きてきます。これでですねだいたいいいところに印をつけてセンターを取ります。はい、穴を開けます。トントンと、はい、ここにですねコンチョがつくんですけれども、よくやりがちなのはですねこのコンチョを取り付けるために革紐をこう通すんですけど、はい、これでこう革紐通すんですけど、こう見ると穴を2つ開けたくなるんですよね。でもねこれね穴2つ開けるとこのコンチョがね固定できません。真ん中に革が残るのでガタガタしてね、しかも鹿革が締め切れないのでこのコンチョがね伸びてきます。すごくね不細工になるんで、正直この本体に穴を2つ開けるやり方っていうのはおすすめできません。今回はまあ僕がですね今までコンチョを取り付けてきた、方法の中で一番安定するやり方を、ご紹介したいと思います。まずですね真ん中に1つ穴を開けてもらって、通した、革紐をですねそのまま2本ですねもう一緒に通してしまいます。はい、でぐーっとねもう引っ張ってしまいます。こんな感じですね。そうするとこのループの部分がこの一つの穴にですねこう収まってくれるのでガタつきが少ないです。もうねすでにちょっと安定してますよね。なおかつこの空間も維持してくれるので紐も巻きやすいです。はい、ぐーっと締め上げて紐を出したらですね、今度これを固定するための当て側を当てるんですけれども、この当て側の方に2つ穴を開けます。はい、これがポイントですね。はい、この当て側の方に別々に革紐を通します。はい、こんな感じですね。でここにですねこう木工ボンド出ない、ここにですねこの木工ボンドか、まあ白ボンドでもいいんですけど固まってくれるやつをボンドをですね塗ってこれで固結びします。ぎゅーっとぐっともうね強く引っ張ってしまいます。もうねこれでかなり安定します。外れません。木工ボンドは乾くと透明になるので、このままですね放置です。根元の方で切っていただいて、はい、これでね OK ですね。このやり方が、ループタイプのコンチョはですね一番安定して止めることができると思います。はい、次はですねチョーキング用の革紐を取り付けます。まあこの辺もですねこの、初めにつけたこのセンターの穴を意識してゴム板をですね当て込んで、これはですねハトメ抜きの、まあな8号なんですけど7号とかでもいいと思います。中心のところにですねぐっと穴を開けます。はい、この穴にですねこのチョーキング用の革紐を通します。
こっち側からですね通して、一度ですねこっちで出します。はい、出たらこの頭をですね玉結びして、はい、引っ張ります。はい、これで OK ですね。蓋をかぶせて革紐で留めると。はい、チョーキング用の紐はもういい位置でね切っていただければと思います。まあだいたいこんなもんでいいんじゃないでしょうか。はい、これにですねもうお好みのビーズを通してもらうと、ちょっとフリンジが短かったですね。これちょっとね短すぎたんでビーズない方がいいかもしれませんけど、まあ根元にねアクセントでこうちょっと真鍮をつけて、長さ的にはこんなもんでしょうかね。はい、しまいをつけて、はい、といった感じでメリスンバッグが完成しました。真っ赤なんでねちょっとね派手なメリスンバッグが出来上がりましたけど、まあねいい感じにできたと思います。こうくるくるっと外してね、はい、こういった感じで収納ができます。まあこのサイズでしたら、まあ携帯とこう財布なんかね普通にこう入れてもらうことができると思います。はい、こう割とですねこう街もたっぷり取っているので、物が入ってもですねこうチョーキングタイプの、留めでですね融通も効くので、難なくですね収納できると思います。今回の動画ね見ていただいたら、もう こういったメリスンバッグは作れると思うので、かっこいいねメリスンバッグを作っていただければと思います。まあ今回できたねこの赤いメリスンバッグもね店頭で販売したいと思います。ちなみに金額は2万円前後になると思うんですけれども、まあ興味のある方はねお店にねぜひまた来ていただければと思います。はい、ということで、メリスンバッグの制作動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあね意外とね簡単なんですよね。パッと見るとねちょっと難しそうなんですけど、慣れればねそんなに難しくないと思います。ぜひですね動画参考にしていただいて、お友達にですねかっこいいメリスンバッグを、作っていただければなと思います。あとちょっと宣伝なんですけど、まあ、この辺のメリスンバッグですとか、まあ、こういったですねシンプルなタイプのメリスンバッグも、フールのですねベースのオンラインショップの方で販売してますので、もし興味のある方ぜひちょっと見ていただければなと思います。すいませんね宣伝。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、シュー。